選挙戦も始まり、馬毛島の基地計画にも影響を与えると考えています。今回は、この馬毛島基地計画の反対派や賛成派を詳しく見ていきます。中国の脅威を考えると、待ったなしの案件、反対派活動家は、中国の民兵とも感じる。もう時間がかかりすぎますよね。2021年8月6日に、防衛省は、米軍機訓練及び自衛隊基地を建設する予定である、鹿児島県西之表市にある馬毛島整備する港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したことが話題になっていた。当時、これまで公表していた滑走路や島内施設に加えて、出雲、型護衛艦なども入港できる仮設桟橋3本などを有する大規模な艦船係留施設を建設することを新たに加えられていた。この馬毛島は、種子島の西方 12km にある、面積 8.2、周囲 16.5km の低地で平らな無人島であるが、2005年の国勢調査によると、過去タストンエアポート社、当時は、馬毛島開発の従業員15人が、住民として登録されていて、有人島扱いになっている。2007年頃より、米海軍第7艦隊の空母艦載機による陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として挙がっていたところ、2010年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使うことを想定に、滑走路の整備による航空基地としてだけでなく上陸演習場、事前集積拠点として利用するほか、災害派遣時の物資集積場としての使用計画を立案し、種子島などにおいて地元説明会を実施した。聞くところによると、2011年には、馬毛島開発のオーナー問題や、タストンエアポート社による滑走路建設などの開発が元となって、様々なトラブルが発生していたが、日本政府が間に入って、米海軍の FCLP 訓練の候補地として、日米安全保障協議委員会2+2、の公文書に表記され、2018年には、防衛省が、馬毛島を、海上、航空両自衛隊の拠点として活用する方針を発表した。その方針では、出雲、型護衛艦に、艦載予定で、宮崎県の新田原基地に配備される F-35B の離発着訓練に利用し、さらに、海上自衛隊の鹿屋基地の P-3C や、航空自衛隊新田原基地の F-15J を展開させるほか、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地配備されている F-15J を有事に分散配備する先として利用することなど、住民からすれば騒音計画と言えるようなものだった。防衛省は当初の計画通りに、米軍空母艦載機の FCLP にも活用するとして、航空自衛隊の F-15J を使用して、FCLP で使用する空路近辺での騒音測定を2021年5月に実施、その測定結果を公表し、各自治体に対して説明を実施したが、お年寄りの方々がそれを理解したとは到底思えない。種子島の西之表市では、2021年1月の市長選挙において、基地整備に反対する八板氏が、わずか144票差で当選しており、今後の馬毛島基地計画の推進が懸念されるが、西之表市議会は、自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示しており、この先については、市長と反対派の一部左派系市議の動きが注目されている。すでに、種子島島内の3市町村のうち、中種町と南種町においては、町民も町議会も、自衛隊施設整備に賛成している。現在、防衛省では、陸、海、空それぞれが、馬毛島での各種訓練計画を立案して、150から200名の隊員を常駐させる予定である。そのため、種子島に宿舎を建設して、その家族を帯同させ、
保守管理に必要な最低限の隊員を除き、基地隊員は種子島の宿舎から定期船などによって通勤することになる予定だ。この移設によって過疎化が進む種子島においては、1000人近い若い世代の人口増は地域の活性化に望ましいことであり、基地や宿舎で必要となる食料品や生活必需品は地元で購入されることから、島内経済の活性化にも大きく貢献することになるので、種子島全体としては自衛隊施設整備を歓迎されているようだ。防衛省が2021年8月6日に発表した馬毛島基地のイメージ図で印象的なのは、島の東側の海岸線に3本の桟橋など艦船の係留施設の設置計画を進めていることで、これによって19,950トン、全長 248M、 全幅 38M の出雲型護衛艦の接岸入港が可能となる。その係留施設は桟橋のほか、防波堤や消波下げが建設される予定で、大量の物資搬入や人員や燃料の海上輸送には必要不可欠であるが、これらが沖合 1300M まで伸ばされるということに漁業の影響を懸念する。この工事資材などの運び込みのために仮設桟橋が設置され、 500M 級が1本、700M 級が2本設けられるが、これらは工事終了後に撤去される予定だ。他にもイメージ図には滑走路に沿って駐機場スペースと関連施設、管制塔などが建設される飛行場支援施設、訓練施設、基地要員と訓練人員の生活スペース含むなどの他に、航空規格納庫、燃焼、弾薬庫、揚陸施設などが配置されており、いつ敵国が攻めてきても良いというくらい整っている。冒頭でも述べた通り、馬毛島は米海軍空母の FCLP 陸上空母艦載機離発着訓練が行われる施設としての利用が目的であった。横須賀を母港とする米海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のために年に数ヶ月は横須賀に寄港しているが、その間艦載機パイロットは空母着艦資格維持のために陸上の飛行場における FCLP の実施が義務付けられているため、平時の場合は年に1回または2回、5月か8月に実施している。この FCLP は空母出航直前に集中して実行し、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返す訓練であり、特に夜間離着陸訓練 NLP において騒音問題が発生する。当初は横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が厚木基地を陸上基地としていて、横田基地などと併用で実施されていたが、騒音問題によって1991年8月からは小笠原諸島の硫黄島基地で実施している現状だ。しかし厚木基地から硫黄島基地まで 1000km の距離があることで、米海軍パイロットの疲労や航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大への懸念から不満を持っており、2017年に空母艦載機が山口県の岩国基地に移転してからも近辺での FCLP 実施を要望していたという。付け加えて硫黄島は現在も活火山があるため、地面の隆起が激しく、滑走路や施設の補修に手間と経費がかかっており、米海軍においても岩国基地から近い馬毛島での FCLP を期待している。馬毛島の面積の 99.6% はすでに国が購入済みとされているが、残りのわずかな部分は
かつて島民がいた頃に建設された学校などで、西之表市が所有しているのが現状だ。そのため、矢板西之表市長を筆頭に組まれた反対派が、この私有地を拠り所とするほか、島内の固有種であるマゲシカの絶滅危惧を訴えるなどして、自衛隊施設建設を拒絶することが想定されるが、種子島内の2町や鹿児島県として、施設整備に賛成の意を表しており、そこまで大きな障害とはならないだろう。